グレース・ムガベは、ジンバブエの政治活動家。学位は博士。旧姓はマルフ。第2代ジンバブエ大統領ロバート・ムガベの妻。大統領府大統領秘書官などを歴任した。1965年7月23日、南アフリカ共和国のハウテン州ベノニ町にて生まれた。ベノニ町は、ヨハネスブルグにほど近く、現在は、エクルレニ都市圏の一部となっている。 南アフリカ共和国にあるクリスチャン・カレッジ・オブ・サウス・アフリカの通信制に進学し、秘書課を卒業した。1983年、ジンバブエの空軍軍人であるスタンリー・ゴレラザと結婚する。その後、ジンバブエの大統領府に勤務することになり、大統領秘書官などを歴任した。1996年に大統領秘書官を退任した。 2013年8月4日、ハラレ氏にて、大統領ロバート・ムガベと2016年3月28日、日本にて、安倍昭恵と、大統領秘書官としての勤務を通じて、ジンバブエの現職大統領であるロバート・ムガベの、チ遇を得て、1996年に結婚することになった。以降は、大統領夫人として、ジンバブエの政界に影響を及ぼすようになる。2007年から、 中国人民大学で中国語を学び、2011年に学位を授与された。2013年のアフリカ開発会議の際には、大統領であるロバートに同行し、日本を訪れている。ロバートが代表を務めるジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線においては、2014年より女性局の局長を務めている。なお、同年には、 ジンバベ大学より、博士の学位が授与されている。また、2015年の年始は、ロバートとともに、東アジアで休暇を楽しんでいたが、中水炎に罹患し、シンガポールで手術を受けた。2016年、日本の内閣総理大臣である、安倍晋三からの招待を受け、ロバートと共に再び、日本を訪れた。晋三の妻である、安倍昭恵らから艦隊を受けた。 ロバートは30年以上にわたって政権を維持しており、すでに90代となっても現職の大統領として執務していた。2018年に予定される大統領選挙への立候補も表明しており、すでに与党から候補者として指名されていた。しかし、あまりに高齢であるため選挙が近づくにつれて、第一副大統領を務めるエマーソンムナンガグワと、 与党の女性局を率いるグレーストが、ロバートの後継候補として取り沙汰されるようになった。与党である、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線においても、党内を二分する権力争いが繰り広げられた。ロバートと同じく植民地解放闘争に参加した経験を持つ、古参党委員らは同じく恒例のムナンガグアを支持することでまとまり、その勢力は、 チームラコステと呼ばれるようになった。一方、世代交代を求める若手党員らは50代のグレースを支持することでまとまり、その勢力はジェネレーション40と呼ばれるようになった。2017年11月、ムナンガグワが第一副大統領を解任されたため、グレースが最有力後継候補として注目が集まるようになる。同年11月5日、 キリスト教信者らに対する演説にて、大統領職を引き継ぐ準備はできていると表明した。この演説において、グレースがロバートに対して、恐れないで、あなたが私に大統領職を与えたいのなら、気兼ねなく、私に渡しなさいと要求したことが明かされた。これにより、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線の、党内においても、 世代交代を求めるジェネレーション40が勢いを増し、古参党員ら、チームラコステの敗北が決まったかに見えた。この状況に対し、同年11月13日、ムナンガグワと親しい国軍司令官のコンスタンチのチュエンガが、軍は介入をためらわないとの声明を発表したため、与党のジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線が反逆行為だと批判するなど、 ムナンガグは支持勢力とクレース支持勢力の対立が続いていた。ジンバーブエアフリカ民族同盟愛国戦線の党内においても、チームラコスティとジェネレーション40との確執はより深まっていった。2016年3月28日、日本にて、アベア・ケイト全であるスタンリー・ゴレラザとの間に一、死を設けた。また、夫であるロバート・ムガベとの間に三死を設けた。 ロバートとの間に生まれた第一子であるボナムガベは、香港上司大学やシンガポール経営大学で学んだ。ありがとうございます。